はい、どうも、玉木さんとどん兵衛です。ハムです。というわけで、なんでこの画面がついてるのかなと言いますと、前回ね、王子画面、王子ルートっていうか他のルートはやらないっていう風に言ってたんだけど、でどうも気になってね、特別編っていう形で、そうですね、はい、新しいルートの方を開拓していこうと思います。会いたいんだよ。エドワールに王道ルートはね、やっとかないと。というわけで、じゃあ早速行きましょう。じゃあお願いします。じゃあ前回がわからないだっけ、前回はわからないだね。わからないですね。じゃあ会いたいの方かな、これは。会いたいだね。会いたいで、会いたい、ゴー、レッツゴー。会いたい、会いたい。急だったし痛かったけど、それでもエドの優しい笑顔が頭から離れない。それにエドは俺にも可能性があるって言ってくれた。どっちにしろここにいたら会えるはずないか。俺やっぱりあんなことされても、それでもエドのこと忘れられない。悔しいでも感じちゃう。そうでしょ。エド、エド、ダメだ、窓を伝えても聞こえるはずない。姉さんたちに割れるかもしれないけど、窓を開けて叫べば。見たよね。見た。ちら。にやりみたいな。え？今目があった？それにエドの口、見つけたって。怖えべや。見つけた。気のせいか？馬車が止まった。あ。従者とエドが降りてきた。この店に入ってくる？本当に俺のことに気づいて。誰かがこの部屋に向かってる。誰だ誰だ。王子、王子、お待ちになってください。ちょ、そっちはツンちゃんの部屋が。このバカ、やはりいらっしゃるのですね。失礼します。全員勢揃い。王子、くそ。やっぱりエドは俺に会いに来たんだ。ツンデレラ、ここですか。エド、この扉の向こうにエドが。ツンデレラ、よかった。どうしてこんなところまで。話は後です。ツンデレラ、扉からできる限り離れて。なんで。いいから離れてください。わかった。エドは何をする気なんだ。ドアが吹き飛んだ。すごいね。およ、ね、眼光が。え、エド？なんかすごく、何て言うの？あ、目が座ってるんだけど、っていうか剣でドア破ったのか。積んでるの。はい。あれ、なんで俺睨まれてるんだ。やっと見つけましたよ。うん。あの夜、あなたがこのガラスの靴を残して消えてしまってからずっと、あなたのことだけを考えてみましょう。きっと、何か急用があっただけで、すぐに僕を訪ねてきてくれる。そう信じてました。けどあなたは来なかった。え、あ、いや、でも王子相手にそう気軽に会いに行けないし。ああ、なるほど。ということは、僕から逃げたわけではない。なんでめちゃくちゃ笑顔なんだよ。その方が怖いって。どうなんですか。逃げたわけじゃ、魔法が解けちゃうから急いでたわけだし、嘘じゃないよな。本当に。しつこいな。本当だよ。よかった。
な嬉しそうな顔してるんだよ、王子のくせに。さあツンデレラ、足をこちらに。ようやく本物のルートですね、うん、これが、ね、うん、なんね、足、足、あ、ガラスの靴、スッて、スッてじゃないんだね、うん、この靴はあなただけの靴です。そりゃ俺のなんだから当たり前だろ。ええ、でもこうやってまた履いてみて欲しかったんです。あー、よく似合ってます。だいぶ変態な声だぞ。やばいやばいよ。ちょ、綺麗な足ですね。なめるな。味見くらいいいじゃないですか。よくない。こら、あ、ツンデレラ、僕とお城に来てください。し、城？ええ、もちろん僕の妃として。妃？いや、無理、それは無理。どうしてですか？どうしてって、まさかこいつ俺が男だって分かってない？いやいやいや、あんなことをしておいてそれはないよな。幸い僕もようやく妃をもらえる年になりました。何の問題も。だからあるって、男に妃もないだろう。あー、そんなことですか。そんなことって結構重要だと思うけど。あなたが無機物ならばいざ知らず、生き物なのですから何の問題もありません。そりゃ生き物だけど、いろいろ問題あるだろう。だいぶ問題でしょ。四つぎだね。四つぎとか埋めないしって、なんで真剣かけてんだよ、俺。ああ、もしや、四つぎの心配をしてくださっているんですか。それもある。そうですか。あ、もしや分かってくれた？分かりました。よか。僕は一生あなたと二人でも良いと思っていましたが、確かにあなたにの子供ならば何人目に入れても痛くないに違いありません。いや、あなたが子供を望むというのなら、魔法使いに頼んで子供を授かりましょう。僕は最初の子は女の子がいいと思いますが、どうでしょう。どうでしょうって、いろいろおかしいだろ。大丈夫、出産にはちゃんと立ち会います。そうじゃねえ。どうしても妃として城には来たくないと。こんなにもお願いしてるのよ。お願いしてるか。わかりました。よかった、話せば分かってくれるんだな。どうしても来ていただけないというなら、隅々まで舐めますよ。舐めますよ。舐めちゃうね。え？いや、だから舐めるなんて。もうエズは岡田さんじゃないですか。もう足はもちろん指の先までたっぷりと愛撫して差し上げます。変な言い方するな。さあ、靴を脱がし出してあげましょう。こいつ、やりかねない。ま、わかった、わかったから。そうですか、残念。いいえ、とても嬉しいです。残念、今、残念って言おうとした。ただし、妃としてじゃなくて、友達からだ。え？城にはいいけど、いきなり妃はないだろう。お前のこと全然知らないし、まずは友達からだろ、普通。そうですね、ツンデレラの言う通りだと思います。すごい棒読みだぞ、お前納得はしないだろう。そんなことありません。おい、今のはなんだ。まずはお友達からというツンデレラの気持ちを汲みましょう。友達の範囲がどこまでか人によることだと思いますが、今小声で何か言わなかったか。いえ、何も。では早速行きましょう。今から？
何か問題でも。だからこの笑顔が怖いんだってば。結局強引に連れてこられてしまった。ご家族の皆さんも納得してくださってよかったですね。ああ納得したっていうか、江戸の御領主と金閣に目がくらんだだけだと思うけど。なあ、城に来たものの俺ここで何したらいい？何をとは。ただで済ませてもらうわけにはいかないし。あ、そうだ、掃除とか洗濯とかしていい？あなたは僕の妃として城に来ていただいたのです。仕事をする必要なんて。だから俺は友達として来てんの。そんな目で見るのやめろって。調子狂うな。けれど友人だとしてもあなたは何もしなくていいのです。あなたには何不自由のない暮らしをしてもらいたい。そんなの友達って言わないだろう。ツンデレラ。とにかくタダで住まわせてもらったり食わしてもらうのは俺が嫌なの。そんな目しても譲らないからな。何もせずに城にいろって言うなら今すぐ帰る。わかりました。 G に何かあなたに仕事を回すように伝えておきましょう。ありがとう、エド。ではよろしくお願いいたします、ツンデレラ様。あ、はい。ジーヤさんすごいいい人なんだけど、様付けだけはやめてくれないんだよな。よし、じゃあピカピカ金磨き上げるか。まだもこれだけあるとやりがいがあるな。ツンデレラ。ああ、エド、どうした？ツンデレラはここで何を？窓拭きだよ。ジーヤさんに伝えてくれてありがとな。いえ、窓拭きなどをあなたがしなくてもいいのですよ。俺がしたいんだからいいんだよ。って、なんでマンションに立つんだよ。バックだ。あーくっさーって。僕にも何か手伝いかできないかと思いまして。手伝うと言いながらどこ触ってるんだよ。ツンデレラが転んだりしないよう支えているだけです。嘘つけ。嘘だなんて。あ、こら、つまむな。つまむな。え？ちょ、ん？殴ろってば。ツンデレラ可愛いですね。人の話を聞け。ああ、ツンデレラ、今夜は僕の部屋に来てください。え？大切な話があります。必ず来てください。だいぶ陰キャラの感じだと思う。わかった。王子なのに。大事な話ってなんだ。エド、入るぞ。よく来てくれました、ツンデレラ。そばに座ってください。変わってね、変わってね。そこってベッドだよな。いいのか。ええ、どうぞ。なんでソファーがあるのにベッドなんだ。よっと。それで話ってなんだよ。実は、なんで話すのに押し倒すんだよ。俺の方が話しやすいかと。ちょっと待って、誰そんなはずあるか、手離せって。落ち着いてください、ツンデレラ。押し倒されて落ち着けるか。前回はそんなに私が信用できませんか。できないから言ってんだよ。ひどい人ですね。けれど初めから信用されていないのなら何をしても同じですよね。は？できればきちんと話してからと思いましたが、体で分かり合ってから話しましょう。
乳首出てる。乳首出てるわ。あモザイクだモザイクだ。これだまだ。これだな。これだかも。これ削除対象だ。え、ボタンが外れてる。外しましょう。誰？いやほらいい笑顔で言ってるって言ってるでしょ。いやまあまあまあ、まあ、いい笑顔で言うな。この間は寒いだろうと脱がすことができませんでしたが、しないなら安心ですね。はあ、もうろれつ回ってないんだもん。もうえ寒いですか？そういうことじゃなくて、そもそもこの間だって俺に何の許可もなくその仕上がって嫌でしたか？当たり前だろ、痛かったし、それにすごく恥ずかしかったし。本当に僕にこうしてキスされるのは嫌ですか？だから勝手にするなって言ってんだろ。あのちなみにあのキスを出したの僕じゃないんで、そうなんです、僕じゃないんで、あの玉木さんです。ではキスしますね。うん、これでいいですか？よくない、とにかく話を聞け。あなたも何か話が？話っていうか、舞踏会の日からずっと考えないようにしてた。でもずっと気になってた。お前なんで俺をその抱いたんだよ。何も言われてないし、わけわかんないうちに俺も流されちゃったし。理由がなければいけませんか？え、まさかただの気まぐれだったのか？あなたを一目見たその時から僕の妃にしようと心に決めていました。やっぱり気まぐ。え、あなたがあの靴を残して消えてしまってから胸が張り裂けるほど苦しかった。それってあなたにまた会えて本当に夢のようです。もうあなたは話したくない、ずっとあなたに触れてたい。こうして、あ、こら、江戸の指が絡んで熱い。このままじゃまた流される。江戸、嫌だって。そんなに僕に抱かれるの嫌ですか？江戸、確かに多少強引だったかもしれません。多少か？けれどあなたを前にして我慢などできると思いますか？いや、できません。と友達からで言ったよな。っていうかさりげなく尻を揉むな。すいません、あまりにいいお尻だったもので。けれど友人の尻を揉んではいけないっていう法はなかったはずです。法律の問題じゃない。では何の問題なのですか？どうしたら揉ませてもらえるんでしょうか？と言ったところで、そろそろお時間が来たようですが、いいとこでした。いやー、結構長いね。長いね。ワンパートで終わるかなと思ったら、ちょっともう辛いんだよね、俺ね。いやいや、まだまだこれから。ちょっと辛いんだ。全然キャラクター変わったね、今回でね。というわけで、またじゃあ今回、はい、本当はこれで終わろうと思ったけど、次に繰り越しいたします。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい。はい。